皆さんどうもピーマンドウエス、今回下克上ペナント実況18回目は今季初対決巨人3連戦をプレイしていくよ。ここまでですね、前々回の阪神戦、そして前回の横浜戦と負け越しは阻止しながら来てるわけだ。この巨人戦でも負け越さないよう、まあ残る交流戦のカードは2カードですからね、全力で戦っていきたいと思います。よい、さあじゃあ早速試合の方やっていきたいと思います。今日のベストオーダーはこのようになってますね。先発はこちら内海、相手田口、攻略がなかなか難しい投手ですけどね、なんとか攻略していかないとね。で、現在エゴシがノリノリなので、今日の試合はチームがチャンス&エゴシの打席に注目してやっていきたいと思いますのでね、最高の結果出せるようにまず1戦目全力で戦って勝っていきましょう。さあ来たよ、こっちの本拠地での戦いになりますからね、なんとかこの巨人に勝ちたいが、まあ、なかなか難しいゲームになるんじゃないかな。おお、でもチャンスを作ったな。まずこっちか。でもね、チャンス作ってもそこから田口を打てるかどうか非常に難しいとこなんだよね。打ててないから、基本ね、やられてますから。投球はこれから3球目。うわ、危ねえ、なんとか勝った。ただじゃ終わらねえ。最低でも進塁だ。それをやりたいんだが、まずヒットが出たね。ホームはノーだ。冷静に冷静に、長野は肩がいいからね。さあ今へ、得点圏でもまあそんなに打ってない、でも打ってるイメージがものすごく強い。まあ、振り返ってみれば、今井でよく打ってましたからね。さあ、この打球は、犠牲フライには十分でしょうね。さあ、一郎と長野の肩、どっちが勝つ？一郎ですね。まあ、ギリギリですけど。なんとか、初回から早くも、1点取ることができたね。いいぞ、いいぞ、いいぞ。そして、エゴシ。この選手が今、ノリノリなんでね、このノリノリの間にホームラン連発とかね、いろいろと数字を爆上げしたいんだけどな。あまりちょっと上げれてないからね。うわー、捉えるも正面だ。まあでも初回に1点取ったんでね、簡単な話、これを守り抜ければ勝てる。まあ、できてないから負けてきてるわけであってね、ほらね。即取られるか、早いね。こんな簡単に取られるとは思わなかったよ。最悪でももっといいね、後かなと。4回、5回あたりかなと思った自分もいたんですけど、見事に期待を裏切られてね。すぐはないよ。投球これから5球目。うわー、危ねえ。ストライクでもいいよ、これ。ボール2ストライクです。あーきついゲームになるな。内海が踏ん張ってくれたならもっと楽なんだけどね。頼むから、これ以上は許すなよ。先に取るのはこっちだ。うわー、ここもうまく捉えるも、もうなんでそこにしか飛ばねえんだ。江越の場合は呪われてる。やめて、そこにしか飛ばない展開楽しくねえから。野球が嫌いになりかけるんだよね。捉えたのに正面っていうのは。あ、追い込まれた、もう早いな、追い込んでくるの。でね、いろいろとストレートでも攻めてくるピッチャーですから、やりづらさもある。これは頭超えるね。よし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 。ホームゴー、ホームゴー、ホームゴー、ホームゴー。おお、相手のエラーが生まれた。マジで？イエス。わー、なんで暴走した？あーいやー、せっかく点取るのこの暴走は意味がわからん。なんで今井セカンドまで行ったんだよ。その場のノリやね、陽大館の謎の補給ミスだよ。いや、肩考えたら、もし特攻してたらアウトになってた可能性の方が高かったんだけどね。まあ、とりあえず2点目を取ることはできた。今井の暴走がなければもっと取れるチャンスだったんだけどね。結果もこの2点目のみですよ。まあ十分でしょう、それでもね。頼むから、その後打たれんなよ。当然内海はこのイニング任せようと思うが、まあこのイニングまでですね、内容を見る限りでは。これ以上は、はい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 はお前はもうどうでもええわ。消えてなくなれ。弾けて混ざれやね。もうええわ。ありがとう。フォーエバー。永遠にね。どっか行ってください。1点やるんならわかるよ。一気に大炎上で7失点やって。こんなピッチャー見たことね。途中までの接戦なんやったんや。楽しかったゲームどこ行ったんや。ああ、楽しく野球したかったな。途中までね、巨人と手に汗握る。4回まではね。5回から突如展開が変わる。これもまた野球やね。これも野球の一部なので受け入れましょう。こういう結果もあるわ。ただうちのゲームで怒ってほしくなかったね。はい、ゲームセットですね。2対9。負けの原因、あ、もう1人しかいません。内海さんですよ。やってくれましたね。点取った直後に取られるというものをまず2回にしてね、
でその後も取られるんじゃねえかなと不安の中、取られた7点ね、1点じゃない7点取られましたから、もう素直にファックユーですね。あー、せっかくいい流れできてたと思ったらね、こういう一人の大バカ者が現れて毎回試合ぶち壊しにして、そしてまた負の流れに入る、もうその繰り返しできてますからね。ゲーム差も1位とのゲーム差ももうそろそろ30ゲームになりそうですし、自力優勝がもうそろそろ消えそうですね。 CS すらも入れないという状況来そうですね。さあ続いて巨人2戦目です。まだ勝ち越せるチャンスというのは残ってますから、まずこのゲーム勝つことね。今日のベストオーダーこんな感じ、クリーンアップに調子のいいメンバーを集めてみましたので、今日はちょっと得点がドバッと入る展開あるんじゃないかな。さっき内海がやられたことをこっちがやり返すかもしれないね。で今日の試合チームがピンチ&原口の打席に注目していきたいと思いますのでね、まあ抑えなきゃ勝てない、さっきそれを経験しましたので、なんとか抑えれるよう、そして野手の援護が大量に入ることを祈りましょう。少なくともさっきのようなゲームするつもりはないからね、大負けするにしてもそれならもう初回にドバッと点取られてそのまま敗北みたいな形がいいわ。途中まで接戦だったの途中からクソゲームという展開はいらへんわ。それ見てる方もやってる方も面白くないからね。さあ先発の山口は初回から捕まる、でも抑えるのが山口、いいぞいいぞ、よく取った、素晴らしいね。いいプレーがいきなり生まれたわ。このいいプレーをぜひともプラスに変えていかないとね。はい、いいプレー生まれました、その後失点ですっていう展開が多いね。さあ陽大か、うえーい、フェアゾーンにそのまま飛んでフェンス直撃、オーマイガー、早くも1点、なんでやねん。山口のポークっていわば魔球だよ、めちゃくちゃ打ちづらい球だよ、それ簡単に打ってくるやつなんやねん。嘘だろ、自信のある球投げたら初球打たれるっていうね。うわここもヒットだし、陽大館はそのままホームへゴーダーで、マギーはアウトだね。ただ初回から2点もういきなり苦しいゲームになる、もう巨人相手にフルボッコじゃねえかよ。何なんだろうね、コースは完璧に決まってる、球種も完璧、ナイスピッチなのにもかかわらず、なんか全部弾き返されてるけどね、初回からこれだぜ。すぐ取らないとね、まあ、さっきも言いましたが今日はクリーンアップに調子のいい選手が多いですから、まあ、畑ここまで抑えてる選手ですけどね、打てるチャンスはあるんじゃないかな。よし、まずそのチャンスを原口で作ったね、素晴らしい。ハマってきたね、原口で打てるようになってきたわ。ここまで打てなかった選手なんですけど、まあそれが得点にはつながらないというね、寂しさもあるけど。うわ危ねえ、いやもうこの2点だけにしましょうね。なんかほんと今日は軽々と捉えられてる感じがするけどね、決まればやっぱ山口能力が高いですからね、武器もありますから打たれない選手なんですけど、これも弾き返されるも正面だ、頼むよ、ピンチいらんない、チャンスだけいらんぞピンチ、あーいらねえ言うとんのやろ、一方的な攻撃やね、こっちは何もできず相手はチャンス作りまくりだよ。よし最後シンプル落として当ててくるか、もう一球シンプル落とそう、はい三振、しつこくつこう、なんとか、まあ、初回だけだよね、でも悔やまれるよね本当、初回何だったんだろうあれね、捉えられまくったのね。なんで1点取り返したよチームはね。そしてノーアウトランナー三塁で原口、カモカモカモ、2点目取るチャンス、いや取れるよ、取らなきゃ、行く行く行く、やるやるやる、やる気でみなぎってる、みなぎるだけじゃダメだからね、それをバットで結果残しましょう。うわーどうだレフトどうだ、落ちる、ね、落ちないかい、お落ちたろお前、今なんか落下地点と坂本の間なんかなかったか、間がね、隙間があったように俺は見えたけど、その後点入らないし、嘘だろお前、でその後2点取られるし、なんやねんそれ、グダグダじゃねえかよ、そもそもあの打球は落ちてんだよな、謎の隙間があったように俺は見えたぞ。さあ2点差だよ、苦しいな、なんで点取られたんだ山口は。正面ついての完璧なゲッツー、文句なしや、本当に走らんでええわもうね、歩いとけ、歩かんでええわ、ベンチに走れ、で監督にビンタだよ、体罰は正義やね、体罰で人は成長するものですから、そうしていきましょう、うちのチームをね。試合中にね、監督が選手を殴りまくる映像を流れるよ。でもいいんですよ。弱いチームは殴って正解。鉄拳制裁で強くするんですから。痛みを感じなければね、強くなれないやつっているでしょ。うちのチームはまさにそれですよ。ああ、そのまま敗北かな?いや、まだ終わらせねえぞ。カミネロ打って逆転といこうよ。さよならでね、せっかくのホーム球場での戦いだ。
それができるんだから今日はね。ぜひとも原口でつないでさよならの流れを作りたいが、渾身のストレート空振り、バッター追い込まれました。投球これから4球目、ボール球に手を出して、これもまたゲット。はい、もう原口明日いないものとなってますよね。いたとしてもなんか顔に不自然な腫れだったり体中にあざだったりがあると思う。でも仕方がないよね、打たないんやから。ただ打たないだけじゃなくて1試合2併殺だやからね。時代が時代ならもうダメっすわ。いない、いません、いません、いません。原口さんは転校しましたっていうことになるよ。ね。ボッコボコです。フルボッコです。山口は6回投げての4失点ですね。初回の2点だけで済んでおけばよかったんですけど、その後点を取られる。マギーのホームランで取られたのかな、これ。おそらくそうですね。マギーのツーランですね。もう余計なことを、それもツーアウトから取られてやんの。腹立つわ。で、原口でチャンス潰しまくり、勝てるわけがないっていうね。はい、ここまで2カード負け越しは阻止してきましたが、巨人戦で負け越し決定ですね。いつもの2軍ペナントチームに戻りましたとさ、ちゃんちゃん。ある意味ハッピーエンドだよ。今までがおかしかったんだ。さあ、巨人3連戦の3戦目ということになります。こちらのベストオーダーこんな感じ。相手は山口ですね。さっき投げた山口が今日先発という。わけで絶不調か。こっちにいた山口は打たれましたからね。じゃああっちにいる山口もまた、打ちましょう、そういう展開にしていきたいと思いますので、今日の試合はチームがチャンスピンチになるとプレイしていきたいと思います。まあ藤浪の調子もありますから打たれることも少ないと思うので、しっかりと打って勝つ。いやー、あれだけ絶不調の山口さんですからね、打てない方がおかしいよ。スイープで終わっていいわけないですからね。スイープしなきゃダメなの、状況的にね。こっちがね、スイープされかけてるんだもん。危ない危ない。で藤浪さん初回から捕まるの早くない？ここでマギーかい。うわー、これもどうだ、取って川崎が見せたビッグプレイ。抜けてたら当然1点ドエス。危ないね。いきなり守備、好守備から始まる試合になったね。こういうゲームっていうのは勝てるはず。行こうぜ。ほらね、チャンスは来るものだよ。そして打つんだよ。もう早いんだよ、凡退するのが。もうちょっと球見ろ、相手は絶不調のピッチャーやからね。ど真ん中に来る率、失投率もものすごく高いと思うんだ。どこにボール投げてんだよ、お前。壁にぶつけてんじゃないか。いや、真ん中来るのを待った方がいいね。あんな球初球から手出しに行く必要性は全くないぞ。こんなことやってるから全然強くなれねえんだ。ああ、もう1点やるし。調子の良さとは裏腹に打たれすぎだろう。先に失点したのはこっちやからね。相手になると思ってた。あー、ダメだ、また取り返す作業だね。うわー、山口相手何もできてないよ。4回までヒット1本のみ。はあ、こんなゲームになるとはね。チャンス作れない以上点なんて入るわけがねえんだよな。来るのはピンチだけっていうね。慎重に攻めてきます。淡々と行き過ぎてないかい。よし、で最後はシンプルに落として、それが捉えられて大丈夫。下鶴の守備範囲。あー、5回はなんとかチャンス作れるように頑張ってくれって言ってるそばから来たね。行きましょう行きましょう。ここでね、いやそもそも5回までにこの山口相手に2安打しか出てないというのが恥ずべきことだよ。いやもう当たっとけって、余計の精神いらへんわ。当たれ当たれ当たれまくれ。もうね、ど真ん中の球でさえも肘出してけ。その精神でやれ。弱いんだからせめて体でぶつかって塁に出ろ。もうその結果こういうクソみたいな凡退やからね。だからさっきのボール当たっときゃええねん。なんで体の心配しとんねん。そんなんどうでもええねん。勝ちに行くことをまず専念しろ。チャンスはチャンスでもこういうバッティングするからね。勝てへんわ、当たり前。クソ尽くし。まあ、ね、もうクソクソクソでしょ。凡退に見たくないランキング第1位、第2位、第3位の凡退ですわね。もうストレスがたまる凡退シリーズですわ、これはね。左、野球をしてくれ、頼むから。1点がものすごく遠いわ。相手の調子とは裏腹にね。まさか山口にこれだけ抑えられるとはね。さあ、またチャンスは来るぞ。ね、山口も降板ですね。ここで西村か。でもその西村を打って勝つしかないよ、今日は。防御率は5点台。ありがたいけどね、山口変えて5点台のピッチャー出してくれるっていうのは。ただ、2アウトだから、この北条で打つしかない。
第4球を投げた。いや待てよ待てよ、落ち着け冷静に。第5球、これはフォアボールもあるかなと思ったんだがフルカウント。投球はこれから6球目。うまく捉えるもセンター前だ。掴んでこれで3アウトになります。マジで点が入らない、どうしたらいいんだろうねこれ。8回来るのはピンチ、須田が打たれる。それは防御率7点台のピッチャーですからね、打たれるのが当たり前だよ。打たれる理由しかないわ。なんで打たれないと思ったんだっちゅう話で。さあさあさあ、おかしなことやっとるぞ、早く取って早く投げろ。ファーストはどこに行ってんだ。操作キャラクターが入れ替わらないからね、毎回苦労するんだよ。ファーストが毎回行方不明になるっていうね。いればいいんだけどね、そこに。うわ、いや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 、抜けていく。はい、2点目。1点すら取れないチームが2点目取られたらどうなるか。あ、負け出すよな。それだけ出すよね。さらにピンチは広がるし、もう巨人戦何もできずに終わんの？ぶざますぎるだろ、マジで。なんでこのペナント始めたんだよ。そこからやね。そこの反省会をこの動画でもう開いていいかもしれない。この動画はこのペナントの最終回でいいかもしれない、ね。負けてるチームって一回負け出すとその後ずっと続くんだよね、悪いプレーも。こういうことですよ。呆然やね。何後ろ振り返っとんねん、のんきやな。試合中やぞ。はあ、もういいです、気持ちが切れてます。もう無理だね。あのエラーが証明してるでしょ、今のチーム状況をね。勝たなくていいんだよっていうのね。あのエラーがなんか言ってるような、囁いてるような気がするよ。打ちました。ここで三振取っても遅いの分かってるよね。なんでこういうとこで三振取るわけ、意味のない三振だね。はい、さらに失点ですね。で最終回チャンスは作りましたね。さあ2アウトからの逆転できるか。5点差ありますけど、これは引っ掛けた。やるんですよ、スタンドに入りました。ファール、奇跡を起こすんです。第2球投げた。おい、でアウトやね。うん、ちゃんちゃんゲームセット。奇跡なんてね、この世にはね、この実況にはとにかくね、この世にあってもこの実況にはないものですからね。 5-0 完封負けです。結局絶不調の山口は打てる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 、絶対打てるわみたいなことをのんきに言ってたら、その山口に無失点で抑えられ、この完封劇ひどいね。今回プレイした巨人戦は結局スイープ3連敗で終了ということになりましたね。何もできず、まあ実力通りですよ。負けるのが当たり前、勝てる方がおかしな話だからね。何もできずに散っていったということになりましたとさ。そして次回交流戦最後のゲームになります広島戦をプレイしていきたいと思いますのでね。ただでさえうちのチーム、他のセリーグの球団にまっともに勝ててないのに広島に挑んだらどうなるのか。いや、今まで以上にないフルボッコンをされるかもしれませんが、でもやれることはやっていく。どの試合もそうですが、やってみないとどうなるかっていうのはわからないからね。あの阪神戦で奇跡の3連勝したかのように、もしかしたらこの広島戦でもあのスイープがあるかもしれないね。まあやってみないとわからないというわけで、次回やっていきたいと思いますのでお楽しみに。ここまで見てくださったみんなありがとう。グググググバイ、また会おう。